はい、皆さんこんにちは、ザッピーです。今回はジョージ・ハリスンのですね、リバプール時代の、遺産というか、リバプール人としての、彼の、特性というか、そういうものに迫ってみたいと思うんですけれども、どこからかというと、スカウスと呼ばれるリバプールアクセントの英語ですね。それを見てみたいと思います。我々よく知ってる通り、ロンドンで話される英語と、リバプールとか、マンチェスターとか、イギリスの場合は、いろんなエリアで、言葉がかなり違うわけですよね。本当に、訛りというんでしょうかね。多いですよね。もちろん、アメリカだってそれはあるんですけれども、僕もね、これは人それぞれなんですけれども、経験した中では、イギリスの方が、訛りは強いのかなと思ったりすることありましたね。リバプールも行ったことあるんですけれども、正直言って最初何のことかさっぱりわかんないですね。で、2回目行くときなんかはもう本当にわかんなかったので、最初にね、1回目行ったときわかんなかったので、リバプールの発音練習みたいのをしていくんですよ。そうすると、ちょっとずつわかり始まったみたいのがあるんですよね。で、ましてや僕が行ったときは結構前なので、今みたいに、いろんな言葉がね、やっぱり聞ける状態になってると、みんな結構標準語で話してる人も増えてきてると思うんですけれども、日本だってそうですよね。本当に4、50年前の日本なんて、地方地方で全く訛りが違ってましたよね。でも今は、地方に行っても標準語を話す人が本当に増えてますよね。で、イギリスも同じだと思います。僕が行った時は、本当にリバプール弁で話す当たり前のリバプール人が多かったので、ちょっとね、記憶してる限りで言うと、例えばね、噛む、来るっていう動詞ありますよね。噛む。それから、アップ。ね、上に上がるとか、アップとか。それってね、あじゃないんですよね。おって発音するんですよね。こむ。オップ。そうなんですよ。だから、カムアップっていうところは、コムオップって言うんですよね。最初何のことかわかんないんですよ。それから、ザ、ね。ザ、リバーとか、ザ、ハウスとか、そのザってありますよね。THE ですよ。あれがザじゃなくてダ、ダリドゥデドのダみたいな音になるんですよね。なので、彼らっていうゼイっていう音がですね、デイ、デイっていうことになる。わかんないですよね。だから、ゼイカムアップなんてなると、デイコムオップ。デイコムオップ。なんか怒られてるみたいになるんですよね。ほんと、そんな風に記憶してますけどね。ホームがオーム、H が落ちるんですよね。だから、They come home になると、They come home。何言ってるかわかんないですよね。それから、Nothing とか Something の TH ありますよね。そこの音もちょっとかなり落ちちゃうんですよね、音がね。とにかく、本物のスカウスっていうんですかね、本物のリバプール弁はわかんなかったですね。ということで、前置きは長くなりましたけど、ジョージ・ハリスンのそのリバプール弁というのをですね、振り返ってみたいと思います。こちらをどうぞ。これはジョージ・ハリスン自身が語っていることなんですけれども、読んでみます。リバプールネスって彼は言ってるんですけれども、つまりリバプール性というか、リバプール状態というか、そういうふうにジョージ・ハリスンが呼ぶものがたくさんあったということですね。で、つまりリバプールの特性が自分の中に残ってるっていうことらしいんですけれども、で、つまり俺はリバプールアクセントじゃないと話せないような単語もあるんだと語ってるんですね。で、俺がリバプール出身だってわかる歌詞が全ての曲の中に少なくとも一つや二つあるんだよと。で、例えばヘアーとかケアーみたいなやつなんだけどって言ってるんですね。で、こういう単語っていうのは、リバプールの発音じゃないと、ジョージ・ハリスンはもう語れないというかな、自分で言えなくなっちゃってたっていうことなんでしょうね。ということで語ってるんですね。1987年のインタビューですね。で、実はですね、このあたりに関して、調べてる人もいるんですね。で、アクセントシフティング・イン・ザ・シンギング・オブ・ジョージ・ハリスンっていう、ちょっとした論文があったので、ちょっと引用させていただきます。何を語ってるかというとですね、この中で。ジョンやポールよりも、彼らもジョン・ポールもスカウスはあったんだろうけれども、ジョージ・ハリスンの方が特徴があるって言ってるんですね。で、どういうふうに特徴があるかっていうと、二十歳ぐらいでリバプールを出て行って、15歳ぐらいで学校はや、あの、行かなくなってということで、とにかく子供の時に出来上がった、リバプール弁なんですけれども、それでも、ジョージ・ハリスンがずっとそれをね、引きずるように残していたということなんですね。
で、それからワーキングクラス、ね、労働者階級の末っ子であったことも大きな影響であろうと言ってるんですよね。で、その労働者階級のですね、特性として、ここに書いてあるんですけれども、ジョージ・ハリスンが言っているヘアとかケアみたいな単語ですね。で、こっちもそれが出てくるんです、やっぱり。で、その単語というのが、例えばですけれども、ヘアですね。ここに書いてありますけど、ヘアっていう単語は、リバプールの言葉で言うと、標準語の彼女っていう意味ありますよね。シーハーハーのハーですね。このハーの発音にほとんど似てるっていうことになっちゃうらしいんですね。だからヘアじゃなくてハーなんですよ。ハーヘアイズブロンド。彼女の髪はブロンドだって言いたいところが、ハーハーイズブロンドになっちゃうのかな。そういう風に聞こえちゃうみたいなね、ことらしいんですよね。ちょっと驚きですけどね。で、その例があるらしいんですよ。で、その例がある曲が、その Only a Northern Song をこの人は挙げてるんですね。で、その Only a Northern Song の中にこの一行が出てくるんですけれども、歌詞がですね、ここを聞いてみるとよくわかると思います。僕も聞いてみたんですけど、よくわかりました。一応下にリンク貼っておきますけれども、リンクで言うと1分30秒過ぎぐらいのところにこれが出てくると思います。で、この Where っていうのはですね、そうですね、Wa みたいな発音に聞こえますね。それからこの Fair っていうのは、そうですね、Far みたいな発音ですね。で、最後にこの Hair ですけれども、なのでこれあたりはもう全部リバプールアクセントでスカウスってことらしいんですね。確かに、ジョンとかポールがこういう風に発音してるのはあんまないかなと思うんですけどね。まあ、こういう風に言われて全部もう一回聞き直してみないとわかりませんけれども、まあですが、この紹介してくださっている方によれば、これはジョージ・ハリスン特有の発音であると。まあ、というか、労働者階級の当時のスカウスであるということらしいですね。はい。で、さらにですね、この方が、この分析しているのが面白いんですけれども、で、ジョージ・ハリスンはですね、このスカウスと標準語っていうのを割と使い分けて、曲の中でも歌ってたみたいに言ってんですね。で、この方が、その1966年から70年くらいまでのサンプルをその曲の中で調べてみたらしいんですよ。そうすると面白いことに、例えばですね、ジョージが、バンドの中で歌ってる、もしくはプロデューサーに自分の曲を聴かせる、みたいな時は結構リバプール弁のスカウスで話してたらしいんですよね。歌ってたらしいんですよ。ですが、いざレコーディングのあたりになってくると、今度はその標準語でちゃんと歌ってるらしいんですね。なかなか面白いですよね、これね。リバプールの仲間だから、あ、こいつ、シャレこじきになって、こじゃれた標準語で歌いやがってって、最初のうちはみんな思ったんじゃないでしょうかね。だって、本来だったらね、多少でもスカウスで歌でも歌ってた方が自然なわけでしょうけれども、まあ、だんだんね、この、なんていうんですか、レコードになっていくと、そんなことやってらんないから、標準語で歌うしかないと。まあ、例えば僕らであっても、日本でバンドやってたとしますよね。で、自分で曲を作って、で、練習の時と、レコーディングの時に、ちょっと言葉をね、変えてみたりしたら、笑い出しそうな気がするんですけどね。どうなんですかね。例えば、日本でね、出来上がりの歌詞が、君は何を言ってるのとかね、いう歌詞があったとするじゃないですか。それを練習の時は、我は何を言うてんねんとか、こう歌ってたらば、いざレコーディングになった時に、こいつ何気取ってやがんだって言って、バンドのメンバーが笑い出しそうな気するんですけどね。そういう現象なかったのかな自分がもしポール・マッカートニーとかリンゴ・スターにね、出会うことができたらば、聞いてみたいですよね。どうやってスカウスとその標準語を使い分けて、会話とか曲の中でやってたんだお前らって。まあ、ジョン・レノンは割とね、話によると、標準語もちゃんとできたみたいなね。まあ、話もあるんですけどね。まあ、その辺よくわかんないですけど。それからもう一つポイントがあるみたいで、ジョージ・ハリスンが、例えば、どのあたりで歌うかっていうのも違うらしいんですね。歌詞が目立つところで出てくるのか、その言葉がね。もしくは、あんまり目立たないところで出てくるのかによって、標準語が
標準的な発音になっていたり、リバプール的な発音になってたりするのが、こう、区別されてたみたいなね、いう、こともここに書いてありますね。なので、まあもちろんね、これイギリス人が書いてるんだと思うんですけれども、まあ聞く人によっては、ジョージ・ハリスンはですね、そのリバプールアクセントと標準語っていうのを、もう1970年に至ってもですね、こう使い分けていたということらしいんですよね。なかなか面白いですね。まあでもね、やっぱりこういうふうに自分の生まれた場所の特性っていうのがずっと消えていかないっていうのは当たり前にあることですよね。で、他のね、いろんな、ジョージ・ハリスンのインタビューなんか見てると、聞いてるとですね、やっぱり彼はリバプールをとても大事にしてましたね。で、当たり前にやっぱりビートルズのメンバーっていうのを、当たり前に親友だっていうふうに言ってるインタビューもあるわけですよ、結構。まあ、喧嘩ばっかりしてるようなね、皮肉ばっかり言ってるようなイメージありますけれども、なので、まあ、ジョージ・ハリスンのその真の言葉を聞くとですね、やっぱりリバプールが大好きで、ジョン・ポール、それからリンゴが人生最高の親友であるというような、自分のリバプール人としてのスタンスはですね、変わんなかったんじゃないかなというふうに僕は思います。で、やっぱり、うん、こういう言葉っていうのもね、実際にリバプールの訛りが抜けなかったっていうよりもですね、そういう自然に自分が覚えたものを、まあ、生涯大事にしてたんじゃないかなっていうふうにも思いました。はい。今日はここまでです。ありがとうございました。